スケジュール講義全体講座編はじ、えー、めまして私、新全人制音講座を担当する根本障子と申しますこちらでは秋から全人制講座を受けられる方その方にどういうスケジューリングで行くといいかそれを紹介していくこういった動画になっています今回の全人制、秋から始まるものですが これは実は今年の春に実施している講座これを配信していますこちら2022年用に収録しているもので元は専業受験生学習に専念できる方を対象にした講義になっていますそれを今回社会人受験生また学習専念型以外の受験生 多くの方が受けられるよう今回スケジュール等を見直してこういった形でやればいいよと,といったものを提案するのが今回の動画になります各科目ごとにこういったプランニングスケジュール講義がありますのでぜひこちらを聞いてから実際の講義を聞くようにしてください。 元生講義ではどう実施していたかといいますと週1回3時間の講義こちらを全7回で実施していました結構余裕を持ったプランになっていますこれを皆さんはどのような形で主張していけばいいかまず一つ目のパターンとしては土曜日曜に1講義ずつ受けるそして講義を受けた日はそこを復習していく また、平日は復習だけに専念する。復習と言っていますが、この多くのことをやる必要ありません。講義の方でも言いますが、復習1講義につき2時間から3時間2時間から3時間以内で終わらせてください。多くやればいいじゃありません。むしろ短く小さい時間でコンパクトにまとめてほしいんです。 まず、これが一つ目のパターンです。で、次なんですが。日曜日に二講義受けてしまう。民法以降になった場合は、基本二講義ずつ講義を聞いてきます。なんで、もう今の段階から二講義ずつ講義を受けると。いうやり方で始めてしまうのも手です。二講義聞いて復習する。そして、平日。 そして土曜はその復習に充てるとこういうやり方もあると思いますいずれにしてもこの2つ1週間で2講義で全部で7回ですですから約1か月かからないで講義は全て終わると思いますまたこの全体構造はそこまで内容が深くありませんなのでこういったプランもありです 土曜日曜にもう2項義ずつ聞いて復習するで月曜から金曜は復習に当てると内容は深くありませんからこれ別に不可能な内容でなく現実的にできると思いますでこのプランでいった場合はこちら2週間2週間で全体構造は終わりにできます学習の開始時期 周りの予定いろいろあると思いますがぜひ自分に合ったプランで全体構造7回視聴していってくださいこちらのスケジュール講義の方は以上ですでは全体構造実際の講義でお会いしましょう